伝説のオイル新発売、待望のクラシックカー専用オイル新登場、熱に強い、耐久性耐摩耗性抜群、クラシックカーファン待望のシングルグレード2種類、マルチグレード1種類が登場。ガルフレトロ。はい、皆さんこんばんは。ノスタルジックカー TV ズワンドホー。今日は4月の25日ですね。4月もだんだんと後半に参りまして、この時期になりますと、一番の話題は、この5月のゴールデンウィーク、どうするかですね。海外行こうとかですね、国内の温泉に行こうとか、まあ俺はうちで、寝てるとかですね、いろんな方がいらっしゃると思いますが、5月のね連休で、しかもこのまあコロナがですね、まあ、収束して皆さん外でお出かけになると、しかも気候も大変良くなってですね、まあ桜こそ終わってしまいましたけど、皆さんお出かけになる方が多いんじゃないでしょうか。そんな今日4月25日のですね、ノスタルジカ TV トゥアンドホー、まずはですね、この5月の連休に開催されます、5月の4日ですね、すみません、5月4日5日に、開催されますガルフ長野ノスタルジカフェスティバルの模様をプロモーションビデオとともにお送りいたします。どうぞご覧ください。
ガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバル、5月4日5日、長野市エブウェーブに憧れの名車が大集合。スペシャルイベントも盛りだくさん。ゴールデンウィークはエブウェーブが熱い。詳しくはウェブで。ガルフ長野のスタジックカーフェスティバル、テレビコマーシャルガンガン流れております。いよいよ19回目となりました、ガルフ長野のスタジックカーフェスティバル、414台の参加車両が勢ぞろいいたします。その上ですね、劇中車の世界展、そして、フェラーリ木製モデラー山田賢治の世界特別展、見逃せません。その上ですね、1月1日に起きました、能登半島地震の、皆さん、被災者の皆さんですね、応援する意味を含めてみんなで、チャリティーオークションをして募金を募ろうという、チャリティーも開催いたします。ぜひ参加者の皆さん、来場者の皆さん、お宝をお持ちいただきまして、オークションで、貢献したいと思います。そしてですね、いよいよレイアウトがですね、なんと勝ってない速さで出来上がりました。414台というですね、歴代最高の台数がしっかり収まりました。そしてですね、業者さんのブースもですね、そして飲食ブースもしっかりと展示が開催されます。山田賢治さんのですね、ブースも右下にございますし、劇中車の世界展は左側のブースになりますね。414台、見応え十分でございますからね、ぜひ皆様、5月の4日5日はですね、ガルフ長野のスタジックカーフェスティバルにお越しくださいませ。ガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバル、5月4日5日、長野市エブウェーブに憧れの名車が大集合。スペシャルイベントも盛りだくさん。ゴールデンウィークはエブウェーブが熱い。詳しくはウェブで。はい、というですね、テレビコマーシャルもですね、ガンガン流れております。5月の連休っていつもね、こう天気が悪かったことないんですね、19回やっても。ぜひ皆さん、長野にお出かけいただきたいと思います。そしてですね、今日はですね、先週ちょっとね、時間がなくてできませんでしたけど、今日は独断と偏見お送りいたしますね。独断と偏見、私のこれはですね、あくまで私的な意見です。私の意見です。ですから、どうだこうだ、ああだこうだということじゃなくてですね、まあ、笑ってですね、またあんなこと言ってるわいということで済ませていただきたいと思います。今日はですね、クラシックカーを共同所有する、これ昨日おとといのですね、日経に結構大きく出てました。クラシックカーを共同所有する、これ前もちょっと話題になったことあるんですが、自動車の共同所有サービスを手掛けるランデブーという会社ですね、神奈川県逗子市にある会社なんですが、この会社が、ベンチャーキャピタルからですね、第三者割当増資で2億円を調達したということが載っておりました。私、まあ、この業界35年おりまして、まあ、その前も、まあ、趣味の分野で車をずっと、まあ、乗ってきた、バイクも乗ってきたわけですが、こういうクラシックカーをですね、共同所有するっていうことですね、まあ、これはありかなしか、これ二択ですね。ありっていう方もいるでしょうし、なしって方もいらっしゃると思います。さあ、これはどちらなのかですね、どちらがいいのか、これはね、なかなか多分すぐ結論が出る問題じゃないと思いますけど、お客様の層としてはですね、30代から40代の富裕層だそうです。まあ、大体300万から400万くらいの出資で、8人が大体1つの車のオーナーになるという、
まあ私みたいにですね、もう75歳を超えてですね、後期高齢者になるとですね、ちょっと今までみたいにですね、私みたいにクラシックカーというのはですね、愛するもんだと、愛情を注ぐものだと、大事にするもんだと、もしくは自分の車、所有するものだという発想からですね、大きく変わってきたということが言えると思います。まあ、これがですね、私はですね、大変に心配しております。じじは心配しております。まあ、そんなこと心配することないよと言われればそこまでなんですが、私はこれ大変心配しております。それはなぜかと言いますと、まず第一はですね、所有される方が30代から40代、まあ、当然今の現行車も持ってらっしゃる、そしてまあそれも多分すごい車を持ってらっしゃる方だと思います。そういう方がですね、古い車の性能レベル、そして特徴、これをですね理解してオーナーになって乗っていただければいいんですが、今の車と同じつもりで乗られるとですね、これは車に乗っては大変迷惑なことだと思います。そしてですね、もう一つですね、クラシックカーはものじゃない、クラシックカーはものじゃない、これはまあ私の意見ですけど、クラシックカーはものじゃないんです。普通の車だったらものだと言われてもそこまでなんですが、まあその辺、車も2つ考え方がありますね。一つは大事にしてめでて趣味として乗る、もう一つは足割り、何でもいいと、もう何でもいいという方、動けばいい、そういう2つの考え方があって、最近は特にこの二極化が激しいです。でその中で、クラシックカーもそういう二極化に進むのかですね。次から次から、まあ、300万払えばオーナーになれて、しかも、まあ、乗れて、しかもあと売った時には売った、その、まあ、分け前もあるみたいな、そんなシステムらしいんですが、それでいいのか、本当に車の気持ちはじゃあどうなんだと。車は8人の人が、まあ、共同所有することは8人の人が乗るわけですね。まあ皆さん、まあ特徴があるでしょうし、癖もあるでしょうし、しかもよく分かった方もいらっしゃるでしょうし、全く素人の方もいらっしゃる、そんな方がですね、まあ玉石混合と言っては失礼ですが、そういう方が乗られる車の気持ちになったら、車はどうなんだということもあると思います。そしてですね、ここまで来ますとですね、今まで6台を販売して販売金額総額は2億円に上るということは3000万以上ということですね。まあこういう車だから成り立つんでしょうが、車、特にクラシックカーのですね、今高騰が叫ばれている中では、さらなる高騰を呼ぶんじゃないかということも心配しております。私はこのオーナーのですね、朝岡さんかな、朝岡さんのお母様はですね、まあ、日本でも結構有名なクラシックカーの販売店をされております。そんな中で育った彼ですので、私はまあ車の気持ちもよく分かりながらやってくれるということを期待しております。しかしですね、独断と偏見、一つ言いたいことは、所有することは古いことか、これはね大きな疑問だと思います。所有することは古いことか、共同所有が新しいことか、これはね皆さんぜひ考えていただきたいと思います。という独断と偏見でした。ありがとうございました。はい、続きましてはですね、今日のねメインアイテムですね。メインアイテムは先週も放送いたしまして大変好評でした、ノスタルジック TV ツアーの方のですね、レイラーのですね、高木和信さんがですねの、まあ、代表的なシリーズ、ぶらりと銀座ですね、
これの春をですね、お送りしました。今日はナンバー2です。はい、お願いします。こんばんは。今回はぶらりと銀座春、外国のノスタルジックカーと題してお届けします。ここでは1月から3月まで銀座で出会った個体を撮影順に重複しないように編集しています。それは1月3日に撮ったものですが、毎年アメリカの旧車が複数台連なって走っていくのにお目にかかっています。それではどうぞごゆっくりとご覧ください。
こちらのシムカ、SNS に投稿したところ、オーナーさんが名乗ってくださり、この日は海外から帰国したばかりだったそうです。いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた中から今年の5月4日5日のガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバルに参加される方が何人かいらっしゃると思います。はい、どうも高木さん、続きましてありがとうございました。そして、3本目はですね、私がですね、いつも春にですね、松本の桜を撮っております。この松本の桜のですね、総集編をお送りします。音楽はですね、スタントン・ラニアのピアノでお送りします。はい、お願いします。バイクで行きました。今年の松本の桜をお送りいたします。ちょっとね、今年はね、だいぶ桜が遅くてですね、松本城はですね、まだね、私が撮影に行った時はですね、桜がちょっとしか咲いておりませんでしたね。しかしインバウンドでですね、外国からのお客様はたくさん見えておりました。そしてですね、その後はですね、バイクでですね、 FTR223 で東山の方面の桜をチェックに参りました。その後はですね、今度ね、 TLR200 でですね、安曇野方面に桜のチェックですね。こちらはほぼ満開でしたね。綺麗でした。そして安曇野のですね、古い家屋の間をですね、 TLR で抜けまして、あずさ川から山の方面に向かってまいりました。結構ね、学校の桜って結構ありますのでね、これも見応えがありましたね。TLR200 と桜並木、結構なんか縁になりますね。そして、セブンカフェで一休みコーヒーをいただきました。その後はですね、孫がね、来ましたんで、孫がポルシェに乗っけてっていうんで、ポルシェに乗っけまして、桜見物に連れて行きました。そしてね、日本一のしだれ桜、安養寺、私は日本一だと思っておりますね。もう20年間ここに通って、撮影をしております。今年はですね、少し田んぼの水が早かったので、こんな風にですね、きれいに水面に反映しておりました。はい、こんな風にですね、安養寺のしだれ桜、大変綺麗な花がね、見ることが毎年できます。少しなんかね、いつもよりもだんだんピンクになんか色が戻ってきたのかなという、そんな安心感もありました。そしてですね、
松本の桜といえばここですね、弘法山古墳ですね、桜と残雪、そしてアルプス、そして松本の、ね、市街が一望にできるという素晴らしいところです。常年綺麗ですね、安住富士といいまして松本のシンボルです。そしてですね、この弘法山古墳はですね、数千本の桜が、もう四方が桜桜ですね、こんなすごいところがあります。もう 山一つがですね、全部桜ですね。朝日を浴びまして桜がね輝いております。まあ、松本はですね、この弘法山市内から見えますのでね、弘法山がピンクに色づいてくると春だなというそんな印象を受けるんです。という松本の桜でした。また来年皆さんお会いしましょう。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。今年の松本の桜はですね、非常に短くてですね、もうね、しっかり撮れませんでした。去年の映像も加えましてお送りいたしました。それではコマーシャルご覧ください。はい、コマーシャルご覧いただきました。ありがとうございました。それではね、後半ですね。後半ももうね、高木さんの特壇場です。高木さんが先週もですね、放送しまして大変好評でした。オートモビルカウンシルのナンバー2ですね。はい、お願いします。今回はオートモビルカウンシル2024の模様をお伝えします。今年の特別展示は3つのカテゴリーでしたが、まずは入り口付近に展示された故マルチェロ・ガンディーニの追悼展からご紹介します。彼が生まれた1938年には世界のカーデザインをリードする
3人が生まれました。その3人とはイタルデザインのジョルデット・ジュージャロ、ピニファリーナをブレイクスルーさせたレオナルド・フィオラバンティ、そしてベルトーネを聴いた彼マルチェロ・ガンディーニです。ガンディーニのデザインは先鋭的で、特にカウンタックの大胆なウェッジセーブのデザインはロータス・エスプリーをはじめ多くのスポーツカーに影響を与えています。さあ、ここからはメーカーブースをご紹介しましょう。日産自動車のテーマは Loves Goes On、 日産 Loves Every Customer となっていました。トヨタのテーマはトヨタ車文化研究所でした。展示された車両はトヨベットグラウン RS、 MR2 スーパーチャージャー、そして AE86EV の3台でした。ホンダは公表されたテーマはありませんでしたが、ご覧の DNA と表示された元には1970年のシビック RS からワンダーシビック SI レース車両、そしてシビック RS の3台が展示されました。マツダはロータリースポーツカーコンセプトの歴史と未来というテーマで、昨年の東京モビリティショーで発表されたアイコニック SP とともに、1999年東京モーターショーで発表された RX8 のコンセプトカー、そして1970年の東京モーターショーで発表された2ローターのロータリーエンジンをリアミッドシップに搭載した実験車両が展示されました。三菱自動車も公表されたテーマはありませんでしたが、 WRC への挑戦の記録を写真で展開し、それとともに先月逝去された篠塚健次郎さんの功績を称えるパネルと車が展示されました。インポーターは2社ご紹介しますが、まずはポリシージャパンです。インポーターの2社目はマセラティジャパンです。特別展示の2つ目はアメリカンヘリテージです。オイルショック以前までは世界のモータリゼーションをリードしていたアメリカ車、そんな古き良き時代のアメリカ車たちです。特別展示の3つ目はアイルトンセナ没後30年駆け抜けた天才の記録というテーマで、アイルトンセナがドライブしたマシンが展示されました。ビートルに代わる小型実用車としてデビューして50年、ベンチマークでもあり続ける歴代ゴルフから5台が展示されました。いかがでしたでしょうか。今回はメーカーブースト特別展示をご覧いただきましたが、次回はヘリテージ販売店などをご紹介したいと思います。はい、大変ありがとうございました。
続きましてはですね、ニュージーランドからね、先週みつこさんすいません、もうちょっとねアイテム多すぎてですね、みつこさん今週に回っていただきました、ニュージーランドもですね、だんだん、秋の気配がね濃厚になってきたと、イベントも盛んなようです。はい、どうぞお願いします。今回もコレクティングカーズコーヒーランの続きをお伝えします。イギリス人のコメディアン、俳優、そして脚本家のローアン・アトキンソンさん主演のテレビ番組ミスター・ビーンに出てくるクマのぬいぐるみのテディもいました。ミスター・ビーンの愛車といえばミニです。こちらはイネオスグレナディアフィールドマスターという車です。イネオスオートモーティブは2017年にイギリスで設立された自動車メーカーで、親会社のイギリスの大手化学メーカーであるイネオスグループの会長のジム・ラトクリフ氏が、実用的で無駄がなく頑丈なオフロード車を求めていたことから開発が始まり、市販されることになりました。エンジンは BMW の6気筒エンジンを搭載しています。
ちらのフォーメンターはスペインの自動車メーカーのセアトが製造し、クプラのブランドで販売されています。それではまた続きをお伝えします。はい、高井さんね、今日ねさらに出ていただきまして、今週の日曜日に開催されました桜モーニングクルーズの模様です。日本で一番開催回数が多いというイベントです。はい、どうぞお願いします。今回は134回目の桜モーニングクルーズをお伝えします。平月は第一日曜日が開催日ですが、ここは桜で有名な埼玉県幸手市の権現堂公園駐車場ですので、桜の季節は駐車場が借りられず21日第3日曜日になりました。車のイベントが多くなるこの時期、この日も少し離れたところで大きなイベントが開かれており、画面でもお分かりの通り空きスペースが目立ち、参加者は平月の8割程度だったように思われます。それではどうぞごゆっくりとご覧ください。
こちらはダイハツエッセ、一回りも二回りも小さいフィアット500です。いつもは参加台数の多いフォルクスワーゲングループですが、今回はイベントがあったようで数台の参加にとどまっていました。おしまいに、私がこのイベントで初めてお目にかかった素晴らしく美しい1960年代のキャデラック・ル・ビルですが、大きさといい、ボディカラーといい、大いに一目を引いていました。いかがでしたでしょうか。今回は変月の開催日ではなかったことやイベントが重なったこともあり、空席が目立ちました。はい、高根さん、今日はね、なんとなんと4本もレポートしていただきました。ありがとうございました。あ、それではね、4月25日のノスタルジカ TV というのを全て終了しました。また皆さんお会いしましょう。エンディングはですね、このところね、大好評をいただいております富士天竜さんの、美女と車シリーズです。はい、じゃあ皆さんまた来週お会いしましょう。